ロッキーズ、ドジャース、28日、デンバー、ドジャース大谷翔平選手が1番、指名打者で出場。初回の第1打席に右翼フェンスに直撃する安打を放った。11試合連続安打で、瞬間打率は打率311とした。打球速度179キロの痛烈な当たりで、右翼手もフェンスに跳ね返ったボールを無難に処理したため、二塁打にはできなかった。 その後、自打者、ベッツの高く上がったヒトットで、スタートを切っていた大谷は二塁を越えたところで逆戻り、その際、二塁ベースを踏まずに一塁に戻ってアウトとなり、ダブルプレーとなった。大谷は前日は54号スリーランを含む4安打4打点の固め打ち。サイクル安打まであと三塁打だけに迫る猛打に、敵地スタンドからも MVP コールが起こった。 2位以下に大差をつける本塁打と130打点の2冠は確実な状況。大谷が前日まで309とした打率をどこまで上げられるかが三冠王獲得への焦点だったが第1打席の安打でこの非道時刻開始の試合のスタメンを外れた314で首位打者のアライスパドレスに3輪差とした。